第21回ホリプロスカウトキャラバンにてグランプリに輝き、以降グラビアアイドル、女優、歌手として華々しい活躍を続けてきた深田恭子さん。2021年には適応障害で芸能活動を休止せざるを得なくなるなどの不運に見舞われたこともある深田さんですが、現在彼女の身辺では深田恭子ついに結婚かなんていい噂が囁かれているようです。実は近いうちに僕の会社が米国のナスダック市場に上場することになりそうなんだ。本当にすごい。それでさ、もし無事にナスダックへの上場が決まったら僕と結婚してくれないか？本当に嬉しい。これで私も億万長者だ。その深田さんの未来の結婚相手と目されているのが、不動産、クラウドファンディングサービスやデベロッパー事業、太陽光産業などを展開し、売上高200億円を超える注目のビッグ企業、シーラテクノロジーズの取締役会長である杉本博之さんという方です。私、一生あなたについていきます。計算通り。しかし、そんな杉本さんの生い立ちや経歴を調べていくうちに、彼がとんでもなくヤバい人物だということが分かってしまいました。そこで今回は、深田恭子さんの結婚相手と目される杉本博之さんの正体に迫っていきたいと思います。杉本博之さんは1977年に茨城県守谷市で不動産会社を経営する両親のもとに生まれ、4歳の頃までは裕福で何不自由ない生活を送っていました。今日はひろゆきの大好きなハンバーグだよ。ハンバーグ大好き。そういえば来週はひろゆきの誕生日だったな。よーし、好きなだけおもちゃを買ってあげよう。ほんと？やった!しかし、ひろゆき少年が4歳になった頃、杉本家の生活を一変させる大事件が起こります。俺たちはもう、あんたにはついていけない。悪いが、今日限りで独立させてもらう。なんだって?まさかここにいる全員が同じ考えか。すいませんね、社長。でも、僕たちが悪いんじゃないんですよ。恨むならご自身の傲慢ぶりを恨むんですね。別れの挨拶はこのくらいでいいだろう。行くぞ。待ってくれ。こんなにごっそり社員を引き抜かれたら、おい、頼む、戻ってきてくれ。この頃、杉本さんの父親が経営する会社が社員たちにクーデターを起こされたことにより倒産。その後、杉本さんの父親は不動産ブローカーとして再起を図るものの、それもうまくはいかず、借金ばかりが増えていきました。体がかゆいよ。ごめんね。今月はもうお金がなくて、銭湯にも連れてってあげられないの。また学校で汚いってバカにされちゃうよ。うるさい。うちには風呂がないんだから仕方ないだろ。そんなにバカにされるのが嫌なら、水道の水で体でも洗ってるわ。何言ってるの。うちはもう水道だって止められちゃってるじゃない。僕もうこんな生活嫌だよ。うるさい。俺だって精一杯頑張ってんだ。泣いてる暇があるなら公園で水でも汲んでこい。こんなところをクラスの子たちに見られたらどうしよう。ただでさえ転校が多いせいで、なかなか友達もできないのに。おい、坊主。前見て歩かねえと危ないぞ。この時の事故で、当時8歳だった杉本さんは、半年間の入院を余儀なくされるほどの大怪我を負ってしまいます。この時の怪我は、1年のリハビリを経ても完全には治らず、彼の左足指は、それから40年近くが経った現在でも動かないままです。そして、杉本さんが中学2年生になった時、そんな彼にさらなる不幸が襲いかかることに。母さん、学校帰りに河原で野草を摘んできたよ。晩ご飯はこいつをおひたしにしよう。あら、つくしにタンポポに伸びるまであるじゃない。今夜ごちそうね。久しぶりに腕が鳴るわ。僕も手伝うよ。何をすればいい？そうね、それじゃあ。どうしたの、母さん。なんでもないよ。ちょっとむせちゃっただけ。なんでもないことないだろ。血を吐いてるじゃないか。大丈夫。心配しないで。母さん。ある日突然、杉本さんの母親が末期の胃がんに倒れます。しかし、給食費も払えないようなありさまだった当時の杉本家に、お母様の治療費を捻出できるはずもなく。どうしてこんなことに。何言ってやがる。お前のせいじゃないか。お前が母さんに苦労をかけたからこんなことに。杉本さんの母親は胃がんが発覚してから間もなく逝去。このことをきっかけに、杉本さんの父親への不信感や嫌悪感が高まっていくことになります。そして杉本さんは中学校を卒業すると、奨学金をもらいながら、当時住んでいた神奈川県の川崎総合科学高等学校情報工学科に進学。俺も今日からやっと高校生だ。バイトをすればお金だって稼げるぞ。そして高校に進学後は複数のバイトを掛け持ちし、それなりの額のお金が手元に入ってくるように。これまでろくにお小遣いももらえてこなかった彼にとって、お金を稼ぐ行為はとても楽しいものでした。しかし当時はバイトで稼いだお金をただ浪費するだけで、将来の展望などは何も考えていなかった杉本さん。でもある日、そんな彼の人生観を180度逆転させることになる事件が起こります。毎日飲んだくれて、少しは働いたらどうなんだよ。うるせえな。生活保護のおかげで飯は食えてるし、奨学金のお金で学校にでも問題なく通えてるんだから、何の問題もねえじゃねえか。そういう問題じゃねえだろ。亡くなった母さんに悪いとは思わないのかって聞いてんだ。それよりもよ、お前今日はバイトの給料日だろ。生活保護の金使い果たしちまって、酒を買う金が残ってねえんだ。悪いが、ちっと金貸してくれよ。なんだと？お前がそんなんだから母さんは死んだんだぞ。お前が母さんを殺したんだ。この人殺し。誰が人殺しだ、この野郎。杉本さんはこの時初めてお父様と取っ組み合いの喧嘩をしたそうです。でも貧しい生活に精神的に追い詰められていたのはお父様も同じ。いえ、むしろ自分の事業の大失敗のせいで奥様の治療費も工面できず、その結果命を奪うことになってしまったことで、大きな後悔や自責の念を抱えていたお父様の方がずっと。お前も殺して俺も死ぬ。バカやめろ。痛い。すまん、ひろゆき。俺はそんなつもりじゃ。何うろたえてんだよ。少し手をかすめただけさ。このくらい大した怪我じゃ。俺が全部悪いんだ。お前に貧しい暮らしをさせてるのも、母さんが亡くなってしまったのも全部俺が。ごめんな。一体何をやってるんだよ俺たち。このままじゃダメだ。このままじゃ。この事件を機に杉本さんは本気で自分の将来のことを考え始めます。そしてそれからは死に物狂いで勉学に打ち込むようになり、それまでクラスでビリから2番目だった成績も大学に進学できるほどにまで向上することになりました。しかし大学受験に合格し、あとは進学を待つばかりとなった頃、杉本さんはこんな考えに思い至ります。4年間の大学生活は長すぎる。確かに学歴も必要だけど、他人より早く社会人としてのスタートを切る方が俺の将来には絶対に役立つはずだ。こうして彼はせっかく合格した大学への進学を辞退し、不動産関係の専門学校へと進学することに。そして専門学校在籍1年時に合格率 15% と言われる宅建主任者資格の難関試験に合格。大学に進学した同級生たちに先駆け、いち早く社会人としてのスタートを切ったのでした。同級生たちがやっと大学を卒業する頃、杉本さんはすでに投資用ワンルーム販売会社で、100人超えの並みいるライバルたちを押しのけ、営業成績トップの営業マンになっていました。ねえ、杉本さん、私喉乾いちゃった。ん？そうかい？それじゃあ酒でも頼むか。ボーイさん、この子にロマネコンティを。ついでに、店にいるお客さんみんなに一杯おごってあげるよ。いやー、太っ腹。当時の杉本さんの年収は22歳の若さで、なんと2000万円超え。恵比寿の高級マンションに住みながら、ベンツのオープンカーを乗り回し、六本木や銀座のキャバクラやクラブに通い詰めるようなリッチな生活を送っていたんだとか。そんな杉本さんの人生にさらなる転機が訪れたのは彼が24歳の頃でした。君、経営者の才能あるよ。資金が足りないなら俺が出資してやるからさ、自分の会社を起こしてみてはどうだ。起業か。確かにこのままサラリーマンを続けてても俺の人生はここで頭打ちだろ。でも自分の会社を持てばもっと上を目指せるかもしれない。こうして杉本さんは2001年12月に自ら起業し、株式会社 S グランドコーポレーションを設立。それからわずか2年で名古屋証券セントレックス市場に不動産業界史上最短最年少で上場を果たすなど、飛ぶ鳥を落とす勢いで大躍進を続けていったのですが、起業から7年後の2008年9月、そんな杉本さんと杉本さんの会社である S グランドコーポレーションは突如として未曾有の経営危機に陥ってしまうことになります。それはアメリカにあった世界有数の投資銀行が経営破綻したことで起きた世界的な金融危機リーマンショックが原因でした。どうします？このまま行くと社員たちに給料が払えなくなってしまう恐れもわかってる。だからこそ、なんとか会社を立て直そうと頑張ってるんじゃないか。でも、今のままじゃ自利品ですよ。いっそのこと、布石がこれ以上大きくなる前に会社を売却した方が、そんなことできるわけないじゃないか。今会社に残っているのは、ろくな給料も払えない頃から俺を信じてついてきてくれた人たちだ。中には、ボーナスを返上してまで会社に残ってくれた人もいる。そんな大切な仲間を裏切るわけにはいかない。仕方ない。こうなったら、民事再生法の適用を受けよう。何言ってるんですか。そんなことをしたら、社長が退陣に追い込まれてしまうかもしれないんですよ。今、会社に残ってくれてる社員たちが、路頭に迷うよりはずっといい。彼らの生活を守るためなら、俺は喜んで自分の首を差し出すよ。2009年3月、杉本さんは S グランドコーポレーションに対する民事再生法の適用を申請。その結果、会社は約400億円の負債を抱え、自己破産に追い込まれてしまうことになり、杉本さんは自らが創業した会社の代表の座を剥奪されてしまうことになったのでした。ちなみに、杉本さんは自身が破産したのとちょうど同時期に、1人目の奥様と離婚されています。もうあなたとは言っていけない。私と離婚して。ね。子供はどうするんだよ。もちろん私が連れてく。まだ2歳のあの子をあなたなんかに任せておけないもん。そんな、俺を見捨てるのかよ。ふざけないでよ。じゃあ聞くけどね、あなた社長を辞めてから一つでも私たちに何かしてくれた？家族サービスのことか。金がないんだ。そんなのできるわけないだろう。そうじゃない。あなたは会社を他人に取られてから毎日ずっと飲んだくれてばかりだったじゃん。その間家族と関われる時期はいくらでもあったのに。それはあなたこの頃よく似てきたよ。あなたが意味嫌ってたお父さんにさよなら。子供は私がしっかり育ててみせるから心配はしないで。何をやってるんだ俺は。辛い現実から目を背けて、毎日酒ばっかり煽って、このままじゃダメだ。もう一度、一から人生をやり直すんだ。S グランドコーポレーションの代表を退いてから、わずか1年後、杉本さんは、かつて交流のあった同世代の起業家4人に協力を呼びかけ、新会社、シーラホールディングスを創業します。しかし、いくら友人とはいえ、成功の見込みのない人間に会社を起こせるだけのお金を出資するわけはありませんから、杉本さんがどれだけ他の実業家たちから、その高い経営能力を認められていたかが、よくわかるエピソードです。そして、杉本さんが新たに起こしたシーラホールディングスは、その後13年の間で、このような変遷をたどります。一度は400億もの布石を抱えた男が、今や3回7社もの企業を持つ200億企業の会長か。でも C だって一体何を扱っている会社なんだ？いろいろありますが、最も力を入れている事業は、不動産クラウドファンディングの利回りくんというサービスですね。不動産クラウドファンディング？簡単に言えば、不動産購入の資金調達を目的としたクラウドファンディングのことです。インターネットを通じて、投資家から資金を募り、集めた資金をもとに事業者が不動産を購入。運用期間中の賃料収入や、売却益を分配金として、投資家に戻すという仕組みになっています。なるほど。競馬でいう一口馬主の不動産バージョンみたいなもんだな。でも、それだけ儲かってれば、女性遍歴もさぞ派手なんだろうな。派手というほどではありませんが、杉本さんは女優の深田恭子さんと、お付き合いをされるようになった現在までに2度の離婚を経験されているようですね。よし。じゃあ次はその辺について詳しく教えてくれよ。杉本さんが一度目のご結婚をされたのは、S グランドコーポレーションが上場を果たした2005年のこと。一人目の奥様は一般の方で、はっきりとお顔がわかるような写真などは今のところ出回ってはいないようです。忘れてた。離婚届は置いていくから、あなたの覚悟は決まったら、市役所へ出しておいて。しかし、先述したようにこちらの奥様とは、一つ目の会社の経営に失敗した際に離婚。当時2歳だった娘さんも、今では15、16歳になられてますね。そして2度目のご結婚は、シーラホールディングスを立ち上げた翌年の2011年のこと。お相手は当時韓国で人気の女優さんだった、オ・セジョンさんです。杉本さんとの結婚を機に引退をされて、現在は芸能活動はされていないようですけどね。へえ。深田恭子と顔のタイプは全然違うけど、透明感や可愛らしさを感じさせる顔立ちってとこだけは共通してるな。そうですね。もしかするとそういう女性が杉本さんの好みのタイプなのかもしれませんね。ですが、そんなオ・セジョンさんとも2016年に別居し、2018年の11月に正式に離婚しています。そっか。やっぱり文化の壁とかがあったのかな。いや、噂では杉本さんとオ・セジョンさんの離婚は、深田恭子さんがお二人の関係に横やりを入れたからではないかと言われているんですよ。それって深田と杉本さんが不倫してたってこと？深田さんと杉本さん、ご本人たちが語った内容によれば、2人は2018年の11月に知人の紹介で初めて出会われたそうです。はじめまして。実は僕、昔から深田さんの大ファンなんです。そうなんですか？嬉しいです。昔の俺だったら深田恭子なんて絶対に手の届かない存在だったけど、今や200億円企業の会長である俺ならいけるんじゃないか。つべこべ考えても仕方ない。当たって砕けるんだ。深田さん、今は彼氏とかいらっしゃるんですか？いませんけど。そうですか。ではどうでしょう。この後、僕のマンションで2人で飲み直すっていうのは。どうしようかな。本当は4年も前から付き合ってる彼氏がいるんだよね。でもいつまで経っても結婚してくれないし、もういいや。なぜならこの時、深田さんはKAT-TUNの亀梨和也さんと交際をしており、週刊誌やワイドショーで結婚秒読みと言われるほどの深い関係だったからです。ですが、その点に関しては、杉本さんもまた同罪でした。本当は、まだセジョンとの離婚が成立してないんだよな。でも、もう3年以上も別居してるし、別に問題はないだろう。そして、杉本さんからの猛烈アプローチをきっかけに、深田さんと杉本さんの2人は、それぞれ交際に向けた準備を始めます。何？改めて俺に話って。単刀直入に言うね。私と別れてほしいの。ちょっと待ってよ。俺たち近いうちに結婚しようって話もしてたじゃん。その話が出てから一体何年経ったと思ってるの？もう少しだけもうちょっとで事務所の許しも。もういい。これ以上待てない。私のことは潔く諦めて。これで私も玉残し。旬を過ぎた貧乏アイドルとはおさらばだよー。今までずっと離婚に応じてこなかったくせにどういう風の吹き回し？いや、俺たちも別居を始めて3年だろ。いい加減俺も腹くくろうかなーって。あんた私に何か隠してない？別に何も。ならいいんだけど、それより離婚するなら慰謝料と財産分与はきっちりしてよね。もちろんさ。いくらでも好きなだけ持っていくといいよ。よーし、口封じ成功。どうせこいつは韓国にいるんだ。こっちでの生活に十分な金を握らせときゃ余計なことは喋らないだろう。これは余談ですが、杉本さんの前妻であるオ・セジョンさんが独身になった現在でも女優に復帰しないのは、杉本さんが離婚時にオ・セジョンさんへの口封じのために大金をつかませたからなのではないかと私は睨んでいます。そしてその後、お互いに結婚への障害がなくなった深田さんと杉本さんは、ねえ、いつ私と結婚してくれるの？そうだな。シイラが上場してからってことでどう？賛成。その方が私も箔がつくもんね。2023年4月現在、深田さんと杉本さんの2人は、すでにこの時出した結婚の条件をクリアしており、またすでにお互いの両親への顔合わせや、婚前契約なども完了していると言われているようです。あれ？途中まで結構いい話だったのに、深田が絡んできた途端、なんかドロドロした話に。まあ、あくまでもそういう噂があるというだけの話ですよ。でも、ここで紹介するくらいだから、噂の信憑性もそれなりにあるんだろ？杉本さんと深田さんの交際が発覚したのが2019年の1月で、お二人はこの時すでにお互いの両親への挨拶も済ませていたそうです。だとしたら、あまりに展開が早すぎると思いません？確かに。前妻さんとの離婚が成立したのが11月だから、同じ月に深田と付き合い始めたとしても早すぎるよな。とはいえ、3年もの別居期間があれば、裁判では普通、夫婦関係は破綻していたものとみなされます。なのでこれを不倫というのはちょっと無理がありますけどね。まあ、前妻さんも仕事をせずに暮らしてるわけだから、杉本さんからは結構な財産をもらってるんだろうし、これから幸せになろうとしてる人たちに、これ以上余計な水を差すのも、野暮ってもんだよな。そうですね。深田さんも杉本さんも、仕事やプライベートで目を塞ぎたくなるような、たくさんの苦労をされてきた方々です。ですので、こんな時くらい、温かい目でこの後の展開を見守ってあげたいところですね。